このスタイル最近やってないからな。久しぶりだ。やるか。今回は2020年に行われたサンデールーキー王者決定戦で編集部のもとに集結した若き精鋭たちの読み切り61作品の中から独断と偏見によるよりすぐり20作品を紹介。優勝者には本誌掲載権が与えられるガチバトル。果たしてその栄光を手にしたのは一体誰のどんな作品だったのか。最初に紹介するのは幼い頃から妄想癖がある少年のお話。妄想パラドックス。友達のいない主人公は寂しさを埋めるため、ついにイマジナリーフレンドを作り上げる。自分の妄想で作り出した自分だけの友達。物語が進むにつれ、徐々に雲行きが怪しくなるその展開から目が離せない。お次は誰でも知ってる遊び、しりとりを題材にした作品、しりとり。人との会話をすべてしりとりで行う少年が主人公の物語。自分だけが知ってる自分だけの遊び。しかしある日、その遊びに介入しようと企む少女が現れる。ペラペラと繰り広げられるしりとり芸。一人で遊ぶより一緒に遊ぼう。ステレオジャックガール。物心ついた時から日常の音が漫画の効果音のように見える特殊能力を持つ少年。しかしそんな能力があっても、正義の味方のように世界を救ったりチヤホヤされることもない。挙句の果てには嘘つき呼ばわりされて塞ぎ込んでいた彼の前に軽音部の少女が現れる。一緒にバンドをやりましょう。全身全霊で感じられる音楽漫画。彼女の好きは透けすぎる。女は見た目が全て、と決めつける女の敵である少年が主人公の作品。女性の容姿を数値化し、点数をつけて過ごす面食いな彼のもとに、12年ぶりに幼馴染の少女が姿を現す。しかし彼女は透明人間になっていた。ちょっぴり、ほんの少しだけ成長する少年の恋の行方。さよなら、育児なし。好きなことはあるけど、上手じゃないからやめようと話す少女は、頑張れるお守りを少年からもらった。過去の約束が紡ぐ、さよなら、育児なし。それではもう、お会いしませんよ。自分の葬儀に幽霊として現れた少女はこの世に彷徨う霊を成仏させる霊媒師に出会う。この世に未練があるのでは？と問われた少女は少し考えてからないですと答える。果たして彼女には本当に未練がないのか？このプロット続編作れちゃいます。後ろの友達。ホラーでいてそれで笑えてしまう。ああ面白い。漫画としての完成度高いなと思ってたら、僕が死ぬだけの百物語でおなじみの的野安治先生の作品でした。僕が死ぬだけの百物語連載以前に書かれた安治ワールドが楽しめます。キラーワールド。その日、自分以外の人間が姿を消した。代わりに現れたのはキラーという化け物たち。孤独に戦う少年は強く、しかし脆く、やっぱり強く生きる。かすかな希望を胸に前向きに絶望に立ち向かう。最後のコマのセリフがかっこいい。連載ものの1話完。表情のサイボーグ。誰もが羨む学年一の美男美女カップル。その美女を押しのけて突然美男にキスをする謎の少女の正体とは。フィギュアスケートが題材になってます。なぜそのスポーツなのかは最後まで読むと理解できるかもしれません。これね、度肝抜かれたね。面白かった。食目。家出少年とその友人は真夜中の公園で仲良く談笑中。しかしこの公園どうやら出るらしい。こちらをずっと見つめる黒い影。緊張と緩和、そして衝撃の結末。真面目な怠け者。怠け者が嫌いな頑張り屋の少年。周りのみんながワイワイおしゃべりしている間にも問題集をスラスラ解いて、テストはいつも満点チャンピオン。そんな彼のもとに授業中いつも居眠りしている少女がノートを見せてと声をかけてくる。自分が寝てるのが悪いんだろうと突っぱねる少年だったが、続きはサンデーウェブリで。メガトンチルドレン。でっかい少年とでっかい少女の話。青春思春期メガトンパンチラ。僕とわらしと。入院中の少年の前に現れたのは座敷わらし。何でも願いを叶えるから遊んでくれという座敷わらしに、無欲な少年は欲しいものなんてないという。この作品個人的にグランプリ。変に美男美女出さないところのセンス。それでいて浮世離れした座敷わらしが魅力的。あと笑えます。サンズの川アウトレットパーク。死後サンズの川沿いを歩いていると、そこにはアウトレットパークがあった。そこは死者が前世で貯めた徳を使い、来世用の買い物をすることができるショッピングモールだった。生前死んだ虫の目をしていると父親に言われ続け、周囲からも目が合うと不幸になると言われた少年。目にコンプレックスを抱いた少年がそこで買ったものとは一体。まるで世にも奇妙な物語チックな SNS 受けしそうな作品です。ある事情。勉強もできず、クラスの足を引っ張ってばかり、みんなにバカにされっぱなしの主人公は、自分の中にもう一人の正反対の自分を作り出した。二重人格になった少年の末路とは。高専。高等専門学校、通称高専を題材にした作品。変わり者が多い高専を舞台に繰り広げられる、普通の人にはちょっぴり難解なラブコメディ。花火を見ながら語るのは、恋のまじないチタン合金硝酸バリウム。かくれんぼのブルー。誰もやりたくないこと、けど誰かがやらなくちゃいけないこと。それなら自分がやってしまえば全部うまくいく。自分の気持ちを押し殺し生きていくことで自分がなくなっていく気がする。そんな控えめさんの心情を体が小さくなるという表現で実現させた作品。そしてそのことをかくれんぼと題目つけるセンス。どんどん小さくなっていく主人公の異変に気づいてくれる人はいるのか。私たちはモテモテ団。とある小学校の2年1組の男子生徒たちは、たった3人の少女に心を奪われている。モテに全てを捧げる少女のおませな青春物語。未来攻略本。
すべての答えがわかるノートを手に入れた少年たちの対照的な使い道。作品全体が強引で荒削りに見えるのは、少年の心をそのまま描いているからなんだと深く読み込みました。個人的に好きなタイプの読み切り漫画。陸上部長距離周回軌道。ランニングしながら、ああでもないこうでもないとダベる陸上部少年3人。テストの点とか恋とか恋とか恋とか、幕開けも幕引きも素敵な作品。コンビニエンスボーイ。天才発明家がついにタイムマシンを発明することに成功。天才の道楽、そしてタイムマシンを手に入れた少年の行く末は、やはりタイムパラドックスは避けれないのか。まっすぐに面白い作品でした。以上、サンデールーキー王者決定戦2020より20作品を紹介。今回紹介した他にもサンデールーキー王者決定戦には、たくさんの漫画が存在するので、自分の目でぜひ確かめてほしい。まとめの掲載ページはウェブからだと消えてしまっているので、サンデーウェブリのアプリからホームタブ真ん中ら辺、新規追加作品の下にある企画もののサンデールーキー王者決定戦2020からチェックしよう。それではまた次の動画で。バイバイ。今ね、ちょうどこの動画の編集終わって、まあ、明日出そうかなって思うんだけど、そういえば、一個、言い忘れてることあるなと思って。いや、でもまあ、その前に、先週、ちょっとだけ動画の更新頻度が落ちて、で、その間に、登録者10人ぐらい減ってて、え、そんな減るかな？びっくりしたんだけど。そんな減る？そんなことある？それが YouTube。 いやマジ恐ろしいなと思ってまあね、その更新頻度だけじゃなく、そのショートから来てくれた人とかでメイン動画を見た時にギャップが多分あったりとか。これね、俺もうどうしようもないんだよね。思想が強いんだよね俺。ちょっとなんか紹介の仕方とかちょっと癖ある時あるもんね。紹介じゃねえみたいな時ある。だそういう時にね、多分ね、結構ふるいにこう、かけちゃうみたいなとこあるから、その辺はもう今後も仕方ないかなって思ってます。今までやってきた動画の感じはもうすごい、どれも自分の中では気に入ってるし、まあいろんな色があっていいのかなって思うんで、そこを変えることは多分今後ないかなって思うんで、これだけでやろうとか、まあなんかいろんなのでいいんじゃんって思うんで、うん。あ、そうだ。それで冒頭の話にちょっと戻るんですけど、ちょっと言っときたいことがあるっていう。ちょっとね、めっちゃ今更なんですけど、まあ、ずっと考えてて、2ヶ月前ぐらいにちょっと気づいたんだけど、チャンネル作って1ヶ月目ぐらいで気づいたんだけど、このチャンネル名やべえなっていうことに気づいて、これ多分サンデーって入ってるの多分まずいんだよね。その、後々まずいみたいな。今はいいけどっていう。あんまそういうなんか特定できる団体名みたいな入れない方がいいんだろうねこれね。っていうので、なんかちょっとチャンネル名変更しよっかなと思ってて、でもめっちゃずっと考えてて何がいいかなと思って、まあ漫画紹介っていう多分ベースは多分だけど変わんないから、でもなんかその分かりやすいのって結構もう他にねチャンネルあったりするから、漫画紹介チャンネルみたいな、なんか嫌じゃんそんなんさ。だからなんか俺も振り切ってくるぶしチャンネルとかにしよっかなと思って。いや、くるぶしチャンネルだったらさ、なんかそれこそ登録解除されそうじゃん。え、なんか俺こんなの登録してたっけみたいな、なんだくるぶしってみたいな。だからな、何にしようマジで。ちょっとね、いきなりチャンネル名が変わることがあると思いますが、てかね、そもそもこの動画をここまで見てる人、まあ聞いてくれてる人いないと思うんで、そんなに。まあこっそり変えてしまうことになるんですけど、本当は募集したいんだけど、チャンネル名を。まあそんなにね、そのなんか、コメント来なかったら恥ずかしいんで、自分でちょっとこっそり考えてみようかなと思います。何にしよう。母の膝チャンネルとか、なんかそういうのかな？わな、そういうのかな？うん、そういうのがいいかな？うん。はい。ということで、まあ、ちょっとね、長くなりましたけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。もう寝ますか？そろそろね。はい。おやすみなさい。